ゆかさん出国前に柴原さんとぼっかさんとランクマした、あの日から生活が変わった2人には関してると話しました。いや嬉しいね、それは言ってもらえると。なんかそう、あの僕とかはさ、直接当たり前だけど、僕が直接何かをするのはもちろん違うんだけど、結局そうやって僕とプレイしたら間接的にね、名前が売れて、もちろん最後は結局本人の実力だけど、なんか見てもらえるきっかけになって、そっからファンが増えるとかあったら嬉しいなって思うし、僕が返せるメインってそこだからさ、別に僕とランクやってもね、別にあのうまさだけで見りゃそんなプロいくらでもいるんだから、プロ触れてった方がさ絶対楽にランクなんかできるわけじゃん、楽に勝てるわけだし、だからそことは別のなんかね、僕とやってよかったなって思ってもらえる何かあるといいなって思うけど、そういうこと言ってもらえるとやっぱ嬉しいよね、シンプルに。あ、返せるものあったんだなって思うと。ゆかさんって年いくつだっけ？多分結構若いよね、若そうだよね、その割にはいろいろ落ち着いてるなって思うけど、いやもう若くて才能ある選手は大事にされて叱るべきだと思うんだよな。18か、18か。メルトステラさんさらにもう一個若いんだ。マプタスさんが23、マプタスさんが一応大人枠なんだ、その3人で言うと。イグリューさん18なんだ、へえ。まあクライリクスさんとかも若いしな。なんか本当その年齢でその実力みたいな人マジで増えたよな。いや多分年齢どうなんだろうな、なんか年齢の動体視力でああだこうだってよりは、個人差はもちろんあると思うけど、今のその若いゲーマーでやけに上手い人たちが多いのは多分デバイス握り始めが違うんだとは思ってる。いや知らんよ、さっき名前上がった若い層が実は半年前にゲーム始めたばっかですみたいな人もいるかもしんないけど、そもそもパソコンを触り始めたりとか、そのマウスだったりゲームパッドなり握り始めたのが結構早いんじゃないかな、知らんが。